メルダースは、ドイツ海軍のミサイル駆逐艦、リュッチェンス級駆逐艦の2番艦。艦名は、ベルナー・メルダース大佐にちなむ。メルダースは1966年4月12日に DD、DDG-29 として、メインシーバスのバス鉄工所で寄港する。1967年4月13日に、メルダース大佐の母親、アンマリー・メルダースによって浸水し、 1969年2月23日に収益、キールを拠点とする第一駆逐艦隊に配属された。33年に及ぶ現役任務でメルダースは16名の艦長が着任し、14000名以上の水兵が勤務675054.6回りの距離を公開した。メルダースは2003年5月28日に ビルヘルムスハーフェンで退役した。メルダースは、姉妹艦のリュッチェンス、ロンメルとは異なり現在は、博物館船として、ビルヘルムスハーフェンに展示される。皮肉なことに、現役任務中にメルダースは、ビルヘルムスハーフェンに配属されることはなかった。DDG-29 は、ヘンリー A ・ウィリーとして建造される予定であった。艦名は、 ヘンリー・ A ・ウィリー提督にちなむものであったが、ヘンリー・ A ・ウィリーの建造はその後取り消された。ありがとうございます。